私はシンガポールから来たチーズです。今日は国のことを紹介します。シンガポールは日本と一緒で島国です。でもフィリピンより少ないです。63の小島でできています。面積は722平方キロメートルで日本の200の一部以下です。つくば市の 2.5 倍です。はい、人口は580万人です。日本の20分の1以下です。シンガポールは東南アジアにあります。マレーシアとインドネシアの間です。またシンガポールはマレーシアとすごく近いので2つ橋があります。だからマレーシアまで歩く行くこともできます。でも普通車とバスで行きます。混んでいなければ1時間でかかります。シンガポールは赤道の近くにあって距離は137キロぐらいです。だから1年中夏で暑いです。気温は25度から35度です。雨がよく降ります。1年の半分ぐらい雨の日です。シンガポールの国旗は1959年にできました。色、2つの色があります。白と赤色です。赤色は石当人の意味があります。白色の意味は潔白と徳です。国の左右に左上に三日月と5つの星があります。三日月は新春の若い国の意味です。星は正義、平等、信仰、平和と民衆の意味があります。次はシンガポールの歴史。昔シンガポールは漁村です。でした。でもマレーカ海峡の中にいい位置にありましたから、イギリス人サーステフ・レフォースシンガポールを植民地に仕掛けました。そしていろいろな国からたくさん人を働きに来ました。例えばインドと中国からです。1963年シンガポールとマレーヤが一緒にマレーシアになりました。でも問題がたくさんあったので2年後シンガポールは独立しました。今のシンガポールはとても綺麗です。シンガポールの人口統計です。シンガポールは4つ民族があります。どの民族は一番多いだと思いますか？はい、そうです。中国系とマレー系、インド系、ユーレイジャンと他の系があります。4つの民族があるので、いろいろな文化と食べ物をもあります。これは各民族の
伝統的な服です。今私着ているの服は どの民族のですか。マーリマレ系の服です。これは中国系のインド系の、これはプラナカンという民族です。プラナカンはマレ系と中国系の結婚した後の子供たち。はい、シンガポール4つの民族があるからたくさん食べ物があります。でも時間がないから、今写真だけ見せて、あとポスターの時、質問がある、ぜひ聞いてください、聞いてください。中国系の食べ物、マレー系、インド系、最後はデザートです。今お腹が空いた。シンガポールの有名なマスコットはマライオンです。ライオンの頭と魚の体で1964年に来ました。有名なのでいろいろな商品があります。いいお土産だと思います。今シンガポールの観光地を紹介します。セントッサはシンガポールの小島の中で一番人気があります。ユニバーサルスタジオもあるし、3つビーチも3つがあります。動物園も3つあります。リバーサファリはパンダを見ることもできます。夜の時、ナイトサファリ行きます。シンガポールの世界遺産はこれです。植物園にあります。ここでピクニックもできます。シンガポールリバーの近くに有名なマライオンパークがあります。たくさん人を水をキャッチしたいです。マリーナベイエリアもいろいろなことができます。これは MBS という有名なホテルです。スマップ、ここで CM しますね。シンガポールの特別なルール、シンガポールではガムが食べられません。はい、30年前のからのルールです。日本と違って、地下鉄の中で飲食禁止です。最後に、シングリッシュを紹介したいと思います。シンガポールの英語です。でもこれは、友達カジュアル話の時、よく使います。今話してみます。I don't have la. I don't have le. I don't have long. I don't have liao. よくシンガポール人話すとき、la, le, lo, liao の音が聞こえます。意味いろいろあります。でも今、オックスフォード辞書にも載りました。27言葉
それで発表を終わります。